さん、どうも、ドラマ TK です。じゃあね、今回もゆんちゃんとアームやっていきましょう。一応ね、プレステ4と3とあとね、スマホのゲーム混同でね、ゲームタイトル50に縛れてもね、やっております。今はね、この A でエンチャントもやってますんで、もうちょっとね、R からやってみますので見てください。では行きましょう。何せ使いました、大丈夫うん、今いい雰囲気だから邪魔しちゃダメだ。で、どこ行きゃいいや。話す、ジュースジュース、美味しいジュース、ジュースですか。あ、行くところは乗ってるんだろう、そこ行きますか。で、こっち側行って、これな、走らへん、これでも走ってるからな、これ以上ダッシュできんねん。もうちょっとさ、ダッシュできるような感じにしてくれへんかな。ここら辺、ここら辺楽しんでるかい。ウェイ、楽しんでるぜ。え、どこ行きゃいい。はこれか、あ、こいつか、ここか。そのさあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、見てらっしゃい。でか、この横浜シティに世界各地から集まってきた歴戦のゴーレムたち。おお、ゴーレム、え、歴戦の。こいつらが拳を交える戦い、見てみたいと思わないかい。だあ、すげえ見て、すげえ見て、関西よ、戦いて、いや、戦いて。お、試合に参加するのかい、坊主。あーや、あーや、おお、威勢がいいな。強すぎやろ。けどおめえ、エンチャント学園の生徒みたいだが、見たところゴーレムを持ってねえんじゃないのか。バカ言うな、おっさん。当然ゴーレムの一体や二体持ってないよね。持ってないよね。アツマ危なっかしいからゴーレムの所持が禁止されてるわよね。はい、はい。落ちこぼれか、おめえ。じゃあ参加は無理だな。残念だが諦めな、坊主。諦めな、はい、はい。あ、まあ、引き下がった。このアツマが引き下がった、ね、僕の記憶も確かなら、なんとかなるかな。え、なんとかなる。まままま、マジで。まあ、いいぜ。とりあえずここの隣にある出店に行こう。出店、卵の形をしたやつだよ。わかった、隣の出店だな。ほうほう、隣の出店、こっち側か、これか。ゴーレムチケットツアー、ゴーレムチケットツアーの受付はこちらでいいですか。おう、ここだ。参加かい。ええ、彼が。え、俺、え、俺参加って何。ゴーレムチケットツアーって何。ゴーレムのチケットツアー、チケット、どういうことや。ゴーレムチケットツアーってのは、うん、横浜シティ祭に出資を行っているプレジデントゴーレム社が主催しているイベントだ。イベント、祭りの様々な場所にある催し物をクリアすることで入手することができる。ほう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 。ゴーレムチケットを4枚集めれば、おう、先着100名様に、100名様か、漏れなく景品を差し上げるという仕組みさ。景品って、景品はな、プレジデント社から提供された、お、素敵マルヒゴーレムか。素敵マルヒゴーレムさ。なるほどね。要するにチケットを集めてくれば、その素敵マル秘ゴーレムをもらえるってこと。そういうことだ、うん、そういうこと。やるやる、むちゃくちゃやります。むちゃくちゃやるか。むちゃくちゃしないでね、確かにね、うん、じゃあ参加だな。名前は何だ。アツマ、アツマットバカっぽい名前。よし、 OK だ。じゃあチケットが全部集まったらまたここの受付に来てくれ。おう、それからヒントが聞きたい時もこの受付で聞いてくれ。ああ、分かった。了解。よっしゃ、チケット探すぜ。はい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 。もうどうや、あしらわれとんねん。なんで私。いや、それはさ、うん、じゃあ分かってるよ。え、ヒント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 よ、ヒント。何もなしにできるかいな。え、これで、マジ何も乗ってないで。そう、え、ちょっと待って、ショップトラベラー、それはいいねんて。
なんかいろいろ話しかけていけばいいかな。わからんねんけど。でこういったところの。おお、よく気がつきました。おおおお、ここやったんや。おお、ピザゴーレム、ピザゴーレムなんや。おお、やった。そんなありか。やるぜ。マジそんなありか。不安心やな。ちょっと待って、ピザ50枚って結構きついぞ。ではピザ早食いチャレンジスタート。よっしゃ、むちゃくちゃ食うぜ。むちゃくちゃ食べるようになって、いやいや、丸ボタンを連打するかコントローラーを振ると、アツマがピザを食べます。連打コントローラーを振る速さが速ければ速いほどアツマの食べるスピードがアップしますと。おっしゃ、よっしゃ、制限時間。おい、ほら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 、どうだどうだ。もう20枚、20枚。おお、あかん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 、ちょっと待って、ちょっと待って、あかんかんかん、ここあかんやの、あかんかんかん、ちょ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 、待って、これ無理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 俺様のクイズ。コンプレッション。ウェー、疲れたぜ。てかすげえ、よこんだけ食えるな。すごいすごい、どうやもな、思うわな。あっという間に平らげちゃったわ。まこともすごいと思うわな。50枚よ、50枚。アツマ大丈夫かこれ。言っただろ、俺のポケットは異次元だ。異次元なのか。言ってないよね、確かに。聞いた、初めて聞いた。ゴールドチケットをどうぞ。うん、ありがとう。よっしゃ、チケットゲットだぜ。チケットゲットだぜ。なんかポケモンゲットだぜって言ってたね。違う。ジュースショップ。むむむ。チケットのスメルが。チケットのスメルがする。もうポケモンやないのそれ。発言が動物的。昔のなんかブラック通貨それぐらいのさ。はい、お客様、こちらで。勝ち気な売り子。フレッシュジューステイスティングに成功された方には、うん、漏れなくゴーレムチケットを差し上げております。あ、そう。テスティング、テスティング、テストは苦手なんだよな。違う、テスティング。ジュースの味見をして銘柄を当てるんだ。銘柄当てるの。こちらに用意したリンゴジュースの銘柄を当てていただきます。ほう。よし来い、よし来い。俺が黄金の舌を持っていることを知らないとは言わせないぜ。いや、知らん、初めて聞いた。そんなの初耳。うん、そんなの初耳だね。しかも黄金って意味わからない。意味わからないし。ではどうぞ。よし行くぞ。え、これは普通にミニゲームとかではなく普通に。気に飲み干しちゃった。例の舌に触れてないんじゃ。例の舌に触れてないんじゃ。なるほど、この舌の上にとろけるまろやかな甘さの、うん、初夏の風のような。初夏の風。うわ、これアホなやつやわ。これは間違いなく。なに、なにこれ、嘘。待って、俺これ何も見てないし何もわからんねんけど、どれも一緒やんか。でも言い切った、これはリンゴジュースだ。正解だけど違うね、アツマ。え、リンゴのジュースなのは分かっているから、その銘柄が何なのかを当てるんだ。そうそう、銘柄当てると。そうなの、そんなの分かるわけないじゃん。ないじゃん、やっぱりさ。あの、すいません、今のはちょっとした冗談だったんです。もう一杯いただけますか。はい、よろしいですよ。勝ち気ない。どうぞ。では、なるほど。これは源のお兄さんの初摘みリンゴを使ったアップルジュースです。何？ようわかるな、そんな。平田農園のものにも似ていますが、酸味が特徴的なのでわかります。
い、完璧です。さすがトウヤ。いや、酸味の違いには気づかなかったな。あんたは何も気づいてないでしょ。まあ、しょとにかく、とにかくやな。ゴーレムチケットどうぞ。ありがとう。今回ね、ゴーレムチケットやって。チケットどういたしまして。飛ばしてもだ。飛ばしてもだ。ちょっとね、こいつもちゃう。うん。ああ、今はいいわ。あれ、こいつじゃない。ってことは、あとはあるとしたらこいつか。おお。のんきで陽気なピエロがお届けする。うん、マクマク横浜クイズの時間だよ。時間だよ。見事4問連続で正解された方にはもれなくうわゴーレムチケットのプレゼントだよ。マジで、はいはい、参加参加。嫌な予感が。はい、参加ですね。参加ですよ。ではでは早速第1問だよ。今日はだよってかめでたいお祭りですが、うん、一体何を祝ってるのでしょうか。は？どれも違うような気がするんだけど、気のせいかな。待って、アツマの誕生日を祝っている。それは違うな、まだな。イザヤさんの開店記念日を祝っているわけでもないし、土研の期末試験の終了を祝っているってことでもなさそうやねんけど、全部こいつのことじゃね。いやでもね、分からんし、これヒントはお祭りの中にきっとあるはず。ピキーン、ひらめいた。ピザ屋さんの開店を祝ってるんだ。だってピザ屋の出店がたくさん出てるもんな。ブブー、残念、不正解。またチャレンジしてね。くそー、もう一回だ。無駄よ、やめてください。あんたに4問連続正解なんて絶対無理無理。うん、無理やと思うよ。なんだと。時間の無駄だって言ってんのよ。やってみなきゃ分かんねえだろ。分かってるよ。無駄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 よ。ピエロ君、もう一回チャレンジしてもいい。はい、喜んで。ワクワク横浜クイズの時間だよ。トウヤに全部言わすパターン。連続で正解された方にはもれなくゴーレムチケットプレゼントだよ。うん、分かった。ではでは早速第1問だよ。今日はめでたいお祭りですが、一体何を祝ってるのでしょうか。祝っているのは横浜シティの成立だね。そやんな、俺もそれ思ってんけど。ゴーレム王が集結してシティが作られた時のことを祝ってるんだ。ほんま、と集まってアホやな、ほんま。お見事、大正解だよ。ではでは第2問だよ。今日も横浜シティ軍の警備兵の皆さんがお祭りの警備をしていますが、シティ軍内での彼らの所属は何軍になるでしょうか。あ、これは分かるわ。横浜シティの警備を行っているのは中央治安維持軍。ああ、中央治安維持軍。主に外敵に対するシティの防衛と、シティ内での犯罪検挙を行っている。他にもシティ外部での活動を行う戦略軍や、戦略軍いろんなの特殊任務につく特殊部隊なんかがあるんだよね。普通にサッととかそこら辺みたいな感じの。お見事、大正解だよ。区切りで分かれてるんやろな。ではでは第3問だよ。知ってる、なんかもう分からんけど。ではそのシティ軍に所属し、うん、横浜シティの警備の役割を担っているゴーレム。ゴーレム？通称ガードゴーレムの正式名称は何でしょうか。 GP04 は横浜ガード。わかんねえ、こんな。 GP はゴーレムポリスの略だ。おお、お見事。なるほどね、大正解だよ。大正解だよ。ではついに第4問、最終問題だよ。伝説の存在と言われている伝説の存在なの。デビルゴーレム。この横浜シティにも
デビルゴーレムにまつわるおとぎ話が残っています。おう、残ってる。そのおとぎ話の題名は何でしょうか？氷の魔女だね。氷の魔女。旅館のシティには氷を司るデビルゴーレムが封じられていると言われている。氷を司るデビルゴーレム。まあ、もっとも今のところただの伝承で本当にいるかどうかは分かっていないんだからね。ああ、そうなの。大正解だよ。うん。すっげえ。アツマバカすぎ。どうやるな、当然よ。そうやな。ではでは。それ思う。全問正解のあなたにはゴーレムチケットをプレゼントだよ。あと1個だった。よっしゃ、チケットゲットだぜ。あんたは何もしてないでしょうが。何もしてないでしょうが。さっきからほんまにあれやろ、まだ話しないところとかあったりするかな。チケット配布係だってよく気がついたわね。おお、マジか、お前か。よっしゃ、勝ったり。お姉さん、チケット送れ。ごめんなさい。ん、私の持っていた分のチケットはもう配布時間が過ぎてしまったの。何？もうないってこと？そういうわけじゃないんだけど、私の分はお昼までって決まりだから。お昼まで？そんなこと言わずに送れよ、チケット。だからあげられないってば。ゲージ何か集まっ、しつこいと警備員を呼ぶわよ。ゲゲ連れの者がすいません。あれ、トウヤくんじゃないの。トウヤくん、トウヤ好きの売り子でした。私、あなたのファンなの。去年学園であったゴーレムファイトトーナメントの時のあなた、本当素敵だった。ところで、ゴーレムチケットツアーのチケットはもうもらえないんでしょうか？いいえ、ここにまだあるから大丈夫よ。はい、どうぞ。いやおい、さっきと言ってることを。昭和ロンナはまともに相手にしちゃ調子に乗るからダメよ。誠、どうもありがとうございました。まったね。ほとんどトウヤやんかの、集めたお前一人一枚だけやないのか。アウス、ね、チケット集めてきたぞ。集めてきたぞ。おお、やるじゃねえか。景品の素敵マルイゴーレムは3種類用意してあるぜ。1体目はテイムトップス。テイムトップス、能力は平均的でバランスがいいゴーレムだ。平均的でバランスがいい。特徴としては防御系のスキルが使えるぜ。ほう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 。2体目はタイガリオン。タイガリオン、こいつは物理攻撃系のゴーレムだな。物理攻撃系ね。攻撃力の高いスキルを持っていて、ほうほうほう、 HP も他の2体より高めだぜ。3体目はエンジェリーナ。なら似たようかな。こいつは回復特化型のゴーレムだな。回復系のスキルを使うことができるが、HP や攻撃力は低めになってる。さて、どれにする？バランス型か物理型やな、やっぱな俺はな。これで。よし、決めた。このタイガリオンってやつにするぜ。タイガリオンだな。わかったぜ。可愛がってくれよ。おう、おうよ、おうよ。ゴーレムが手に入ってよかったわね。あつま、ほとんどトウヤのおかげやけどな。ほとんどトウヤのおかげだけどな。うん、それ分かってればいい。それ分かってればいい。トウヤ、あんたっていつもトウヤに迷惑かけまくりよ。悪い悪い。でも、これで賭け試合に出られるようになったね。おうや、よし、よし、一丁賭け試合に乗り込むとするか。といったところでね、今回はこのぐらいに勝利しましょう。一応ね、ツイッターガンダのフォローでなくて、タイガリオンが仲間に加わった。あ、ちょっと待って、タイガリオンが仲間に加わったってことは何かできるんじゃない。で、一旦それを見たいけど、あー、キャラクター、あ、レベル1か。なるほど、なんか可愛らしいな。なんか好きかも。
まあいいや、今回はこれぐらいにして終わりにしましょうかね。ではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録とツイッターアカウントのフォローね、もしよければしてください。一応ツイッターの URL はね、概要欄のところに貼っておきますので、もしよければそこから飛んでフォローお願いいたします。ではさらば。